ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は年末年始の交通安全について延岡市交通安全推進室の江上明さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて12月に入りまして何かと慌ただしい時期になりました。車の運転もせっかちになりがちで交通事故も増えてくるのではないでしょうか。まあ、宮崎県内そして延岡市内の交通事故状況についてお聞かせください。はい、今宮崎県内それから延岡市内ともですけれどもですね、はい、人身事故の件数と負傷者数はですね、はい、去年からすると若干減少しておりますけれども、物損事故を含めて、交通事故総数ですね、これが増加しております。で、人身事故は減ってるんですけどですね、はい、なぜかのその中で死亡事故ですね、死者数が増えているということで、昨年の1年間がですね、50名の方が亡くなったんですけれども、はい、今年もすでに55名の方が亡くなっているというような状態でですね、延岡市内でもですね、4名の方が亡くなっております。これは昨年1年間に亡くなった方とですね、もうすでに同数ということになっております。はい、いやこの4人も亡くなっているということなんですね。やはり被害に遭っても加害者となってもこれはやっぱ十分気をつけたいところでありますよね。はい、ではこの時期なんですが忘年会など飲酒の機会も多くなりますが今月は飲酒運転根絶強化月間にもなっているそうですね。はい、12月1日からですね、はい、31日まで、今月ですけど飲酒運転根絶月間ということでですね、はい、飲酒運転の防止に取り組んでおります。やっぱり12月はですね、お酒を飲む機会が増えますので、はい、どうしても交通事故も増える。またその原因として飲酒運転ということもですね、非常に多いというような事情がございまして、はい、運転手の方はですね、もう飲んだら乗らない、当然飲むなら乗らないと、はい、また飲みに行くときはですね、ハンドルキーパーを決めて、どうしても車を使うときはですね、はいはい、それから飲食店の方につきましてはお客さんにですね、飲酒運転をさせないようにですね、注意をしていただきたいなと思います。はい、またちなみにですけど自転車もですね、飲酒運転は禁止されておりますので、はい、ご注意をお願いいたしたいと思います。はい、こう自転車も飲酒運転になりますので飲んだら絶対運転してはいけませんのでこれも注意していただきたいと思います。ではこれまで継続して取り組んでいる交通安全運動や延岡市独自の運動について教えていただけますか。はい、宮崎県ではですね、平成21年からてげてげ運転追放運動というのをやっております。はい、また延岡市ではですね、平成12年からメヒカリ交通安全運動ですね、知っておられる方多いと思います。メヒカリ交通安全運動をやっております。はい、ではまずはこのてげてげ運転追放運動について教えてください。はい、てげてげというのはですね、宮崎地方の方言だと言われてますけれども、ちょっといい加減なというニュアンスを含んだ方言だと思いますが、はい、事故の原因がですね、脇見だったり考え事をしていたとかですね、安全不確認とかいうちょっとした緊張感の欠如でですね、はい、事故が起きているという事情がありまして、その事故を防止するためにですね、そういうてげてげ運転というのを追放しようという運動になります。はい、では続いてメヒカリ交通安全運動についても改めてご紹介ください。はい、これはですね、安全に目を光らせて交通事故防止を図る、ということとですね、はい、延岡市の特産魚メヒカリ、これと絡めてですね、はい、メヒカリ交通安全運動と命名されたものでですね、平成12年にですね、市民の方のアイデアで、メヒカリ交通安全運動というのができました。はい、これはですね、全国的にもですね、こんな長い間続いているというのは珍しいらしいんですけれども、趣旨はですね、メヒカリワッペンとワッペンを着用することでですね、はい、交通安全の意識をですね、まあ、目に見える形にして、そういう意識づけを図って交通事故防止に努めようという運動になります。はい、このワッペンは200円で販売しておりまして、運動と見舞金制度の資金としても運用されているということで、はい、このワッペンはどちらで買うことができるんでしょうか。はい、これは延岡市役所のですね、はい、地域交通安全推進室、それから延岡地区の交通安全協会、はい、
そして延岡警察署でも販売をしております。はい、結構ねつけておられる方あっていう気がついたりしますんでね、はい、まだお持ちでない方ねいらっしゃいましたら、はい、ぜひ買っていただきたいと思います。では続いてなんですが、今月から自転車の右側通行が禁止になったと聞いているんですけど、この自転車など軽車両の通行方法に関する法律の一部改正について教えてください。はい、これはですね、自転車の通行方法なかなか難しいんですけれども、はい、簡単に言いますとですね、うん、路側帯と言われる部分なんですけれども、はい、軽車両ですね、自転車を含みます、軽車両はですね、道路の左側部分の路側帯のみを通行できるというふうに変わったということです。うん、従来はですね、進行方向の右側の路側帯も通行、いわゆる車の流れと逆方向でですね、はい、路側帯の中を通るということができたんですけれども、うんうん、今回はそれがもうできなくなりましたということです。はい、ただあくまでこれは路側帯の中ということですから、歩道のある道路ではですね、はい、歩道の方はですね、そういう規制はありませんので、今までと変わらなく歩道の通行できる歩道であればですね、はい、自転車でも通ることができます。はい、その場合、まあ、右側通行というような形になってもですね、はい、それは違法ではありません。なるほど、まあ、そういったように変わったということなんですね。はい、まあ、十分皆さん気をつけていただきたいと思います。はい、路側帯というのがですね、はい、歩道と路側帯との区別がなかなかつきにくいと思います。そうなんですよ。はい、もう道路にですね、歩道のない道路であればですね、もう自転車は左側を通るんだということでですね、そういうふうに考えていただければいいのかなと思っております。あ、なるほどですね。確かにね、これは自転車運転している私たちにとってはこの場合どうなんだろうなって思うことがあるんですよね。あ、わかりました。では自動車運転されている方へのアドバイスがありましたらお願いします。はい、先ほども申し上げましたけれども、はい、テゲテゲ運転追放運動に絡みますけれどですね、うん、これなぜテゲテゲ運転を追放しようという運動ができたかというとですね、はい、このいわゆるそういうちょっとした安全の不確認とかですね、そういったミスでが原因の事故がですね、全国が全部の事故の6割ぐらいを占めているそうなんですけども、なぜか宮崎県はですね、そういったテゲテゲ運転による事故が7割を占めているというような事情がありまして、あ、多いんですね。まあ、地域性もあるのかもしれませんけれども、はい、道路事情とかですね、はい、まあ、そういったことで、そういうちょっとしたですね、不注意をなくしてですね、運転するとかなり事故の数も減るんじゃないかということで、うん、運転される方はですね、しっかり前を見るということですね、まず。あ、はいはいはい、そして、まあ、安全確認はですね、原則通りちゃんと目で見ると、目視と言いますですね、はい、まして時々まだ見かけますけれども、携帯電話を使ってたりとかですね、はい、運転中そういうことされている方がおられますけれども、そういうのはもう持ってのほかということでですね、はい、それからですね、横断歩道なんですけど、歩行者を絶対守らなければならないところですから、特に今横断中の事故というのも増えてまして、横断歩道に差し掛かった際はですね、はい、歩行者がいるかいないかということを最大限注意してもらってですね、うん、もう原則は徐行ということになってますので、歩行者がいるかもしれないというふうにですね、注意をした運転をしていただきたいなと思います。あ、かもしれない運転ということなんですね。はい、はい、ということで自動車運転される方へのアドバイスでした。ではですね、自転車を利用される人やまた歩行者が注意することってどんなことがありますか。はい、自転車の方ですね、はい、歩道がですね通れないわけではございません。先ほど説明した通りですね、歩道も路側帯も通れますので、はい、ただ通るときにですね、歩行者がいるときにはですね、歩行者の方には最大限の注意を払っていただきたいと思います。あ、はいはい、もう大原則として歩行者の通行を妨げないというふうな、はい、大原則がありますので、歩行者がいるときはですね、スピードを落とすとかですね、ある程度安全な距離を間隔を取るとかいうようなことで気をつけていただきたいと思います。はい、そして歩行者の方はですね、今の事故、今年かなり事故が増えているんですけど、はい、その亡くなっている方はですね、うん、やはり道路横断中の方が非常に多いです。あ、はい、道路横断する際はですね、はい、車が来ていないかということをですね、必ずしっかりと確認をしてほしいと思います。また夜にですね、はい、車にはねられる方が多いですので、旅館の外出はですね、必ず反射材をですね、利用していただきたいと思います。
靴につけたり腕につけたりですね、いろんな形がありますので、はい、その反射材をですね、ぜひ利用していただきたいと思います。はい、ぜひ皆さんご利用ください。では続いてなんですが、延岡市交通指導員の募集が今されているそうですね。それとあの標識ボックスの設置について、こちらも教えてください。はい、現在あの指導員、交通指導員募集しております。はい、これはですね、今あの通学路の交通安全とかですね、非常にあの全国的にも注目されてますけれども、はい、まあ、そんなのを含めましてですね、地域の要望に応えてですね、交通安全活動を行うあのボランティアになります。市の方でですね、市長の委嘱をしまして、はい、交通指導員ということで、なっていただきましてですね、まあ、活動の内容はですね、通学路とか街灯などでの歩行者の保護誘導とかですね、あるいはあの交通安全運動なんかのイベントでの活動を一緒にしてもらったりとかですね、そういうことをやっております。まあ、あの若干の報酬もですね、これありまして、市の非常勤職員、非常勤特別職ということになりますので、はい、まあ、年間8万8000円ぐらいをですね、あの支給をして、制服も対応しております。まあ、若干名でありますけれども、もしそういう交通安全ボランティアにですね、興味のある方はあの市の交通安全推進室の方にですね、連絡をいただきたいと思います。はい、またあの標識ボックスですね、うんうん、これはですね、あのなかなかあの知ってらっしゃる方いないと思うんですけども、交通規制とかですね、道路標識とか道路表示、はい、こういうことに関してですね、いろんなあの意見とか要望がやっぱり、あると思います。そういった声をですね、聞くためにですね、あの設けられました、まあ、言ってみればまあ目安箱みたいなものですけども、はい、これあの本来交通規制とかいうのはですね、警察の方が、うん、あの担当することなんですけれども、はい、延岡警察署の依頼でですね、あの市役所の本館の窓口にですね、はい、標識ボックスというのを設置 しております。でその中にですね、あの、まあ、紙にちょっと書いてですね、あの この場所はあのこういう標識が欲しいとかですね、あの時間規制を変えて欲しいとかですね、そういったあの何でも結構ですから、要望なりですね、意見なりをですね、手軽にこう入れていただくというような形の箱になります。これはすごくいい箱ですね。はい、これはもうダイレクトにあの警察署の担当の方にも届きますので、はいはい、あ、まぜひご利用をお願いしたいと思います。そうですね、目安箱、この標識ボックスご利用ください。では続いてなんですが、自動車で横断歩道を通過する際の事故、いわゆるこう巻き込みによる事故が多いようなんですが、これは運転者はどのように気をつけたらいいんでしょうか。はい、知ってるようで知ってらっしゃらないのか、あの分かってるけどなかなかできないというドライバーが多いのかな、ちょっとはっきり分かりませんけれども、やっぱりあの横断歩道をですね、もうちょっと気をつけてください。あと交差点ですね、はい、当然、横断歩道はですね、もう歩行者を絶対守らなければならない場所になりますので、ここで事故を起こすとですね、運転手さんの方に非常に大きな責任が出てきます。横断歩道にですね、はい、まあ、信号機のない横断歩道とかあの各所にございます。はい、横断歩道に接近するときはですね、もう原則は徐行というふうになっています。もうまたあの横断歩道がですね、横断歩道の周辺に車が止まってたりとかですね、うん、あるいは渋滞してたりということで、横断歩道が全部こう見渡せないというような時はですね、必ずその直前で一時停止してですね、歩行者がいないかどうかを確認していただきたいと思います。はい、はい、まあ、こういったことに気をつけていただきたいということですね。では続いて、事故をできるだけ起こさないようにするために、このスピードを出さないことっていうのがまあ大切ですけれども、安全なスピードってどういうことなんでしょうか。はい、よくあの速度規制を 守って走ってますという、はいはい、言われる方があのおられますけれども、規制の速度を守るだけではですね、やっぱりあの事故を起こさないためには不十分です。あ、はい、その場その場に応じてですね、はい、減速をするということをですね、心がけてほしいと思います。はい、いろんなあの危険が予測される場合があると思いますので、その時確実にですね、今人が飛び出しても止まれるというようなですね、うん、はい、スピードまで落とすということですね。もう安全の担保はですね、スピードの抑制が一番だと思います。あ、なるほど、もう十分に皆さんも気をつけていただきたいと思います。では最後に一言お願いします。はい、まあ、交通事故はですね、はい、一人一人の意識に負うところがですね、大きいと思います、事故防止にですね。まあ、難しいことはですね、ほとんどありません。要はですね、知ってるルールをいかに守れるかと
良識のある行動ができるかということに尽きると思います。事故を起こした運転さんに聞くとですね、あの時あの1秒やり直したいとよく言われるのを耳にしますけれども、もう時間は絶対戻らないですね。一度事故が起きるとですね、本人はもちろん家族も辛い思いをします。またそれがですね、飲酒運転に絡む事故であればですね、友達とか家族を失ってしまうということもですね、多々あります。そういったことを知っていただいてですね、運転をするときですね、それから道路を歩くとき、交通安全のためにですね、今何が必要かなということをですね、ちょっとそっちの方に注意力をですね、向けていただければと思います。はい、今日はお話をいただきましてありがとうございました。今回は年末年始の交通安全について、延岡市交通安全推進室の江上明さんにお話をいただきました。以上、延岡市政タイムお届けしました。